とても素敵なパフォーマンスをしてくださったスタジオレディバグさんの2クラスに大きな拍手をお願いします。スタジオレディバグさんではたくさんの素敵な先生のご指導のもと楽しくレッスンをしています。ダンスに興味がある方、少しでもやりたいなって思った方はぜひスタジオレディバグさんへ、いつでも体験待ってますとのことです。レディバグさんのインスタグラムには素敵なダンス動画がたくさん載っているのでぜひチェックしてみてください。それでは次の曲です。次の曲はゆら子とゆずきのソロ曲です。輝く月のようにと情熱、2曲続けてどうぞ。しましょう。それ誰より抱きしめてあげたい。
オレディバグさんのミクさんと日野瀬さんでした。ありがとうございました。そしてこのイベントが最後なんだよね、かのんちゃん。はい、そうなんです。私は9月の発表会でアクターズスクール広島を卒業しました。スクール生としてブラックローズのメンバーとしてすごく貴重な経験と幸せな思い出を作ることができました。応援してくださった皆さん、本当にありがとうございました。これからも夢を追いかけて活動は続けていくので応援よろしくお願いします。はい、それでは次が最後の曲とね、最後の曲となります。もう一回それでは次が最後の曲となります。ありがとうございます。ありがとうございます。次は私たちのオリジナルソング輝く私でです。輝く私では広島校のスプラッシュさんバージョン、私たちブラックローズバージョンが収録された CD が発売されています。詳しくはアクターズスクール広島のホームページをチェックしてみてください。この曲は夢を追いかける人のために作られたすごく素敵な曲なので、歌詞に注目して聴いてもらいたいです。と皆さんにお願いがあるんですけど、右手でも左手でもいいけど、空いてる人は曲の途中で私たちの名前に入っている十字架を表す振り付けがあるので、下横上下横上をゆずの合図で一緒に手を振ってくれたら嬉しいです。あとは手拍子とかちょっと真似できるなっていう振りがあったら一緒にお願いします。それでは最後の曲にふさわしい私たちのオリジナルソング聴いてください。輝く私で。
ズスクール広島ではモデル、演劇、アナウンサー、歌、ダンスなど夢に向かって一生懸命頑張っています。福山校では歌とダンスを中心に頑張っています。私たちと一緒に夢を追いかける仲間を探しています。詳しくはアクターズスクール広島のホームページをチェックしてみてください。この後私たちの物販はありません。ごめんなさい、ごめんなさい。今日は本当にありがとうございました。以上、ブラックローズでした。